えばでございますけど、普通は手に入らないような危険なお道具を売ってくださる方は何というお名前で書いてあるんですの？ジョーちゃん、パパの車と間違ってんじゃねえか。あら、ノックの回数は合っていたはずですわ。だから開けてくださったんでしょ。おいジョーちゃん、悪いことは言わねえ。あんたをここへ来させた奴とは縁を切りな。お金は持ってきましたわ。いいか、取引ってのは信用があって初めて成立するんだ。正体は明かせねえが金は積むってなると信用を買うに値するだけ積んでもらうことになるぜ。そんなことよりこれで足りるかどうか早く見てほしいですわ。おいマジかよ、ずいぶん気前がいいじゃねえか。あなたの言う通り信用がない分も含めて用意しましたのよ。わかった、お前の飼い主が誰かは詮索しねえ。それ込みの額ってことでいただいておくぜ。これがブツだ。確かに受け取りましたわ。使い方のレクチャーは別料金だぜ。飼い主はちゃんと扱えるんだろうな。そうですわね。